さん、ナイスバン。6階サッカーでございます。9階レスリングでございます。これからは野菜一品スピード中華、今だけ。そうよ、ピーマンだけですぐできる長谷園のチンジャオロース。はい、はい、もう出ちゃったよ。簡単でしょ、ね、おいしい、おいしい。これが日本最新の作り方、白菜だけで八宝菜、キャベツだけでホイコーローもあるわよ。野菜一品長谷園のスピード中華。上原、江川さん、戻ってきた時の表情は印象的でしたね。最初のバッターの高さが非常にいい高さで、自分の思った通り内野フライなんですね。は、それからその次がちょっと嫌な人だったんですよ。そこでゲッツーですから、これは非常に気持ちはいいでしょうね。山本さん、カープの方からすると、カープとすればね、やはりあの木村が出たという時点で、木村の動きが欲しかったですね。もうあの失敗してもいいから、とにかく思い切っていくっていう、やはり何かをね、何かを仕掛けないといけないんですよ。今日はそれがカープの方はポイントというふうにおっしゃってますからね。そうね、そうなんですよね。それと、まあ、早い回に早いイニング、あの球ストライクを早く打ってるのはいいことだと思いますよ。なるほど、さあ笹岡の第一球はボール外れました。ジャイアンツは西、清水、江藤、松井、高橋、由伸、マルティネス、三岡、村田、そしてピッチャーの上原です。低めいっぱいに決まりました。この西の場合は広島戦には非常に強いんです。特にあの狭い広島球場でも大活躍して、昨年はサイクルヒットを広島でマークしました。ご覧のような数字です。一方投げる笹岡、95年に開幕投手を務めまして、この時には8回を投げて勝ち投手になりました。それから96年、7番手、この頃はリリーフに回りまして、1イニングを投げて自責点なし。それから97年、2番手で投げて1イニング自責点なし。したがってこれまで開幕戦は3試合投げて2勝1セーブ、防御率 0.00 という数字が残っています。 2&2 からボール 2-3。当然山本さん、この笹岡の今までの印象から言いますと飛ばしてくるんでしょうね。でしょうね。それともう相性がいいですよね。はいはい、それがね、外れた。ちょっと力が入ったでしょうか。いいリズムでは投げてると思うんですよね。ああそうですか。さあ開幕戦、ジャイアンツロケットスタート、20勝10敗の30ゲーム通過はなるんでしょうか。まずは長嶋監督の笑顔が見えました。ノーアウトランナー1塁。これまでの試合の進め方からすると、めったに江川さん、ここは送ってはきませんでしたが、開幕公式戦どうでしょう。どうするんですかね。そこも興味一つありますね。そうなんです。私はね、やっぱり打ってくると思いますね。打ってきますか。ファーストに入っているのがレフボールです。さあこういう数字で、今年はとにかく、走れる選手が5人いるという長嶋監督。逆にジャイアンツの方が仕掛けてくるんでしょうか。走った走った走った。さあセカンド送球はタッチアウト。いきなり来ましたが、いかがです。いや、まさかこれは単独でしょうからね。ああ、まさか走ってくるとは思わなかったですね。うん、今の清水のジェスチャーからすると単独盗塁ですね。ですね。
ただこれで江川さん今年の姿勢が見えましたね。見えたんですけどね、はい、立ち上がりフォアボールですよね、はい、やっぱりあんまり走ってこう刺されたくないとこではありますよね。あ、リズムとしてはピッチャーから考えるとあんまり良くないんです、フォアボールですから。あ、そうなんですかね。だからカープにとってはね、すごくありがたいことでね。でしょうね。それとね、今の例えば西に対しての、はい、そのサインですよね、はあはあ、行けるときに行ってもいいよというサインは出てると思うんですよ、うん、西、まあ、いつもね、でそれをあの西の判断で行ったんじゃないかと思うんですけどね。インコースファウル。まだまだ始まったばかりではありますが、カープに動かなかったミス、ミスと言っていいんでしょうか。1回ダブルプレーがありました。動いたジャイアンツ1回の裏アウトに取られまして、ワンアウトランナーなし。バッターボックスの清水、インコース打ちはチームメイトの後藤が芸術的だと褒めますが、今年あるところで清水選手に江川さん3割20本というふうに声をかけたら、いえ3割3分30本と言い返してきました。あの可能性としては十分あるバッターですよね。そうでしょうね、はい、今年は特にありますね。あ、すごくキャンプが状態良くてですね、軸がこうすごくしっかりしてるんですよね。ほうほう。で昨年までのこう追いかけていくっていうの結構あったじゃないですか、はいはい、それがやっぱり自分の軸で回転して打つようになった気がするんですよね、はい、あ、特にちょっと今年バッティング一生懸命研究取り組みまして、左への打球が非常に多くなって、これです、この打球が伸びるという結果が今年は出てますが、これはレフトフライに終わりまして2アウト。移ってきた江藤、この江藤がまずはオープン戦でいきなりご挨拶を受けました。今日のカープ笹岡の第1球はどういうボールでしょうか。これだけインサイドインサイドっていうことを報道されて、はい、本人が一番考えてるんですよね。この打席の打ちに行く姿勢ですね、これがどうかですね。これ注目なんですよね。第一打席1球目は変化球できました。長嶋監督は気にするな、お前はいいバッターだと、出れば走れるんだという自信をとにかくつけさせようとしています。サードは強い当たりですが、野村が取って一塁へスリーアウト。ジャイアンツの方も3人で終わりました。さあ両チーム2回は4番バッターから始まります。筋肉痛だとスイングの音は長く低い、痛え、筋肉痛筋肉疲労には医薬品エアサロンパス EX。 久光バリピタのびのびバリピタのびのびバリピタバリピタシートで貼りやすい湿布といえばのびのびサロン湿布。効く久光。バッティングは脇を締めて腰で打って、はい、イーバル。それ脇を締めて腰で打って、はい、イーバル。プレイステーションナムコワースター4、腰で打って、はい、いい加減に寝なさい。すまへん、ナムコ。いらーバッターは腰で打つ、打ったならこうイーバル、三振だったらすまへん。プレイステーションナムコワースター4、いい加減に寝なさい。すまへん、デジタルをもっと美しく見たい、だから余分なものはなくすべし。今度のフェイスは薄型ポスターフレーム、高画質をさらに美しく。これがデジタル時代の新しい形、デジタル放送対応東芝フェイス。東芝。江藤とカープの初対戦は結局サードゴロに終わりました。その1球2球見てみましょう。初球カーブですよ ね、 カーブですね。これはもう待ってませんね、はい、このボールを待ってたんですよ、インコース。で少し甘く入ってますけどね、
笹岡の今のボールがちょっとシュート気味に落ち、ああ手に当たりた裏の間全く動かない。大きい大きい開幕第1号前田が放ちました。上原打たれました。初球を叩いた前田先制のホームラン1対0。江川さん、こうしてみるとあの上原の投球を読んだようなスイングでした。ね、山本さん言われたようにやっぱりその作戦そのものが前半のストレートを狙っていくということなんでしょうね。まあ、あの悪いボールじゃないと思いますけどもやっぱりうまく打ってますよね。完璧にその当たりですね、うん、うまく打ってますよ初球から。やはりこうチームとしてやはりストレート狙いっていうのはあると思いますね。はい、カウントのね。そうでしょうね。今年は前田がそれから尾形もそうでしたが沖縄へ行かずにずっと日南でバッティングの調整をしていました。さあ5番に入っている金本フルエンドワン追い込まれました。まず先制をホームランを浴びた上原外へボール相変わらず非常に短い間隔テンポよく投げてきます。江川さん、この上原の今年いろいろローテーションを守るあるいは自分の勝ちよりもチームの勝ちいくつかあるんですがその中に登板数試合数を増やすというのがあります。中5日で十分だと思うんですよね。6日いらないピッチャーだと思うんですよ。投球数はあんまり多くなりませんからそういう意味では中5日で回せたらいいと思いますけどね。で、例えば中4日ということもあってもいいんです、ただその場合は100球ぐらいにとどめていただければということですから、うん、本人も行く気ではあるんですよね。そうですね、はい。わー、速いボール真っ直ぐ来ました。三振を取りました。この試合初めて上原三振を取っています。しかし前田にはホームランを期してカープの方が先制です。ファーストボール背番号33。今のボールが金本選手から三振を取れるのであれば、さっきのホームランのボールは悪くないはずなんですね。球の走りとしてはそれはもう打ったからなんか、まあ、甘いとかなんとかいうことになるかもしれませんが、ボールとしては生きたボールは放ってるはずなんですよね。今の三振を見るとそういうふうに見えますね。なるほど。ですから打った方がうまいということですね。ピッチャー判断の非常に早い江川さん、はい、どうすると両投手今の時点ではどういう評価なんですか。本来の出来からすると笹岡投手の方が今日調子悪いですね。悪い。どっちが悪いかといったら笹岡投手の方がまだエンジンはかかってませんね。あ、そうですか。さあこれがジェフウォールです。大リーグではわずかに2試合4打数1安打という数字が残ってますがほとんどがマイナーでの活躍でした。どういうバッターだか、どのくらい山本さんご覧になりました。向かっていく姿勢といいますかね、はい、そんな体大きくないんですけどね、向かっていく姿勢はありますね。あー、いいボールだ。どちらかといえば今怪我しているディアス、はいはい、ディアスとよく似てるタイプですね。やはりあのセンター中心なんですよ。あー、低めバットが回りました。そういえば広島テレビ長野さん、そのディアスが現在はどういうことですか。はい、福永チーフトレーナーによりますとね、昨日からキャッチボールを再開したそうです、左のかかとを痛めましたが同時に足首も少し痛めたそうで、むしろその足首に時間がかかるということで、そうですか、少し時間がかかりそうです。それから長野さんね、はい、どうしてもこの登録メンバーであれと思ったのはミンチーですよね。そうなんですよね、まあ、ただ開幕戦でジャイアンツに当たるということがありまして今日はカンバーランド1軍に入っておりますが、はいはい、サワンというこの辺りの絡みもありそうです。ああ、なるほど。今日のキャッチャー西山が入りました。それは山本さん、辰川監督はですね、はい、もうキャンプの時期から開幕の3連戦はこれこれこれでピッチャー行く
というぐらいの、まあ、オーラがといいますかね、その中にあの川内が入ってたんですよね。ですね、当時はね、言ってましたよね、まあ、ちょっと出遅れましたんでね、今日ね、ファームのゲームで川内は3回投げたらしいんですよ。で5三振取ったらしい。これ達川監督に聞きましてね、ということはファームで 2,3 試合その先発させて、よければもう4月の、後半ぐらいから出てくる可能性ありますね。やってくる可能性はありますね、はい、バットが回りました。広島前田に第1号のホームランが出ました。問題は低金利なんです。しかし金田一さん、それは日本のみんなの悩みです。よし、分かった。いや、安全性と利便性なら野村の忠告ファンドです。野村か。問題は低金利なんです。しかし金田一さん、それを解決するためにお呼びしたのよ。よし、分かった。いや、積極的に運用するなら野村日本株戦略ファンドです。野村か。ダニエンのお茶漬け。筋肉痛だとインパクトの音は重く鈍い。痛え。筋肉痛、筋肉疲労には医薬品エアサロンパス EX。ひさみつ。バリピタ。のびのび。バリピタ。のびのび。バリピタ。バリピタシートで貼りやすい。シップといえばのびのびサロンシップ。前田に第1号が出ました。さてセリーグは6球団開幕しました。3球場で行われていますが、他のゲームは中日ヤクルト戦が名古屋ドーム、中日は野口8年目で初めての開幕投手、それからヤクルト石井一久3年連続3回目の開幕投手、両軍まだ点が入っていません。それから横浜、まず2点を取りました。ローズの2点タイムリーが出ました。横浜川村は2年ぶり2度目の開幕投手、阪神星野は2年ぶり8回目、ただこの8回目というのは現役で最多の開幕投手であります。横浜が早くもローズのタイムリーで2点を取っています。東京ドームは前田にホームランが出ました。さあ松井から始まります。ジャイアンツの4番はどうでしょうか。1球目ボール。山本さん、とにかくこのオープン戦は非常にいい感じできてます、はい。横浜でしたが逆転ツーラン打ちましたよね、はい、レフトに、はい、この打ち方がね、意識しないで強い打球をレフトにライナーで持ってきましたよね。これがすごくこの松井がこのオープン戦でもすごく良くなった原因だと思うんですよね。こういう打ち方ができるということが。ですから松井本人はね、来たボールに対して自分のベストスイングができれば必ずいい結果が出るんだと、それが今年のキャンプオープン戦の成果だと振り返りました。なるほど。ちょっとタイム、気持ちの中ではずっと4番というのがありました。心の準備はできていますという松井。ワインドフーから4球目、低めボール。4番に対してはこだわりはなく、自分を追い込むため、逃げ道をなくすためにもその思いをずっと抱いていたという松井であります。パタ、狭い位置、二塁間破った。江川さん、今年はホームランだけでなくアベレージがどうも上がりそうですね。そうですね、今の見てますとね、非常にうまいですよね。落ち際ですけどね、すごく前にこう突っ込まなくなってますよね。だから自分のそのポイントの中でスイングできる、だから強く出ますよね。ですから いですか。スライダーなんですけどね、はい、決してスライダー待ってないと思うんですよ。甘いボールっていうのは頭あったと思うんですよね。はあ、さあ松井が出て高橋由伸、
その立ち上がりはあまりよくは見えないという江川さん、その笹岡です。先頭バッターの松井に打たれました。まあ、今のはスライダー非常にうまく打ってますけど、少しボールのやっぱりスピードが自分としてないんでしょうね。でスピードのある日は彼は非常に縦のカーブを多く投げるんですよ。縦のカーブ、今日少ないんですね。でなんで少ないかっていうと、スピードが自分で感じてないものですから、カーブをそれより遅いボール投げるってのは怖いんですよ、ピッチャーはね。あ、そうですか。まっすぐ走ってる時ってのはその遅いボールでタイミング外そうと思えるんですけど、確かに江川さんね、笹岡のいい時はね、カーブ多いんです。はい、で今日はストレートが走ってませんから、このボールが多いんですよ。ちょっとですね、スプリット系の、で実はこのボールが去年ジャイアンツ対戦4勝してますよね。このボールがすごく有効的だったんです。シュート気味にこう落ちるボールですね、右打者に対して。うわー、ストレートインコース、こういうコンビネーションで来られるとバッター苦しいですね。西山とのコンビネーションがね、すごくねこの 2,3 年いいんですよ。ですから西山がおそらく笹岡の状態が悪いということを感じたんじゃないですか。ストレートの走りが悪いっていう、それでかなり変化球、落ちるボール含めてね、これは結構多くなってますよね。連打が出るか、追い込まれました。高橋21、またインコースに寄った西山、おっと見た見た見た、ボールはボールボール、バットは振っていません。22、あのピッチャーとしては絶好のところに投げましたけどね。いいボールですね。よく止まりましたね。これは今度はインコースへ変化球。普通の打者なら手は出てますね。そうでしょう、追い込まれてますからね。高橋は今年は数字より印象をどうポイントにしています。打順はアマチュア時代から4番が少なかったんで、こだわりは4番にはありませんというふうに言ってますが、 2&2 になりました。西山外に寄った、左へファウル。1点をリードされているジャイアンツ、4番が出ました。5番の高橋、ファーストセカンドへ行くとフォースアウト、一塁は間に合わないということは、あの変化球が今度はインコースへまた来たんですね。今のカーブですかね。カーブですか。カーブですね。このボールが多くなってくるとちょっとジャイアンツとしては厄介ですね。セカンドフォースアウト、高橋が一塁に残ってマルティネス、内ももがまだ少し痛いんだそうです。 100% ではないんですが、試合は大丈夫というふうに言っています。そういえばこのマルティネスが昨年の開幕は西武を離れてメキシコで迎えておりました。6月からジャイアンツに合流したわけです。ご覧のように昨年は3割2分4厘をマークしています。ホームラン16本はどこまで今年伸びるんでしょうか。ランナー1塁、長嶋監督がよく言うんですが、昨年の場合はこのマルティネスに、今日はレフトというふうに言いますとイエスだということを返事はするんですが、顔が非常に寂しそうだったと、今日はファーストというと嬉しそうに飛び上がらんばかりに喜んでいたと言います。
その分今年はファーストで出てバッティングに集中できるだろうというふうに期待してます。やはりあまり守ったことがないレフトでしたからね。そうですからね、本人が一番不安だったでしょうね。わーっとバットは回った。ツーストライクワンボール。ランナー一塁、石山が大きく外へ右へ打った。ファウル。江川さん、2球目3球目やや高めに来ました。3球目はバットがピクッとしました。ストライクには取られましたが、あれ見えてますか。いや、低いの方が好きですからね、マルチネスは。インローの方が好きなんですけども、ちょっと自分の思ったよりボールが高いんじゃないでしょうかね。あー、外のカーブは空振り三振。スライダーに引っかかりました。ツーアウトになりました。初回の投球とこの2回の投球の変化球は明らかにこの2回の方が多いんですけどね、うまく少ないストレートを見せてますね。そうですね、意識させてると思うんですよね。大体どの打者にも変化球で入ってるんですよね。追い込んでストレートが多くなるということはおっしゃるように、西山が今日の出来を見てのリードですね。そうですね。で、あの打者に変化球と思わせてストレートを投げるとき遅れますよね、はい、これストレートだと思って変化球っていうのは意外といい状態だったらついていけるわけですよ。変化球を思ってストレートっていうのは差し込まれるんですよね。いいところです。外はストライク。バットが出ませんでした。松井のヒットから始まったんですが点は取れません。2回終わっています。